エミリアノブ・ブエンディア・スタティは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、マルデル・プラタ出身のプロサッカー選手、アストン・ビラ FC 所属。ポジションは MF。2009年に、スペインに渡り、レアル・マドリードのカンテラに入団。翌2010年に、ヘタフェ CF に移籍し、2014年3月に、B チームに昇格。2014から15シーズン中にトップチームに昇格し、 2014年12月5日のコパデルレーの SD エバル戦でトップチームデビュー。2015年2月1日の UD アルメリア戦でラリーが初出場。9月27日のレバンテ UD 戦でリーが初ゴールを決めた。しかし、以降は出場機会に恵まれず、2017から18シーズンはクルトラルレオネサでプレー。40試合6得点を記録した。 2018年6月8日、ノリジシティ FC と4年契約を締結。2018から19シーズン、ノリッチは、エフルチャンピオンシップで優勝し、2015から16シーズン以来のプレミアリーグ復帰が決定。4シーズンぶりのトップリーグとなった、2019から20シーズン開幕戦のリバプール FC 戦は1の4で完敗を喫したものの、ブランディアは、 後半19分に、テームプッキのゴールを演出。同年9月14日のマンチェスターシティ、FC 戦では、2から1で迎えた後半5分に、相手ゴール前で、ニコラス・オタメンディの背後からボールを奪い取り、プッキのダメ押しゴールを演出。3から2の大金制に貢献した。2021年6月6日、アストンビラ FC と契約した。ユース世代にスペインとアルゼンチンの両国の、 ユース代表でプレーしたが、2021年6月に 2022FIFA ワールドカップ、南米予選に向けてのアルゼンチン代表に招集された。ありがとうございます。